液性革命とは、古代中国において起こった、孟子らの儒教に基づく、古行思想などから、王朝の交代を正当化する理論。周の武王が、陰の中央を滅ぼした頃から唱えられ、天は己になり代わって王朝に地上を治めさせるが、徳を失った、現在の王朝に天が見切りをつけた時、革命が起きるとされた。それを悟って、君主が、自ら位を譲るのを情、禅上。 武力によって追放されることを、法罰と言った。無論、行春などの神話の時代を除けば、禅城の事例は実力を背景とした形式的なものに過ぎない。五官から禅城を受けた義の総妃は、行春の言ったことが分かったと言っている。五官から義のように、前王朝が徳を失い、新たな徳を備えた一族が新王朝を建てたというのが、基本的な考え方であり。 決闘の断絶ではなく、徳の断絶が、液性革命の根拠としている。十下申しは、液性革命において、前条と武力による、大い三脱の芳罰も認めた。ほとんどの新王朝の場合は、死書編纂などで、歴代王朝の正当な後継であることを強調する。一方で、新王朝の正当性を強調するために、前王朝と、 松代皇帝の不徳と悪逆が強調されるが、形式上は民に対する反逆者である理事性を打って天下を継承した清のような場合は、民の松代皇帝、数帝帝を一応は検証し、死亡や病合も与えられている。このように、液性革命論は実態としては王朝皇帝を正当化する理論と言える。またこのような理論があったからこそ、 流法や主間症のような平民からの成り上がり者の支配を正当化することができたとも言える。これは西洋において長年にわたる君主の血統が最も重視され、ある国の君主の直系が断絶した際、国内に君主たるにふさわしい血統のものが存在しない場合には、他国の君主の血族から新しい王を迎えて、新王朝を起こす場合すらあるのとは対照的である。 また、日本では、山が祖皇など、江戸時代の学者が、液性革命は、結局真が君を倒すことで、そのようなことがしょっちゅう起こっている中国は、中華の名に値しない。建国以来万世一系の日本こそ、中華であると唱えた。祖皇の著、中朝事実は、そのような思想によって記された、日本史の本である。五行思想面からの説明では、 万物には木角金水の徳があり、王朝もこの中のどれかの徳を持っているとされた。例えば、漢の末期を揺るがした184年の黄金の乱は、想定に石王天倒立度し、在庫市殿下大基地のスローガンが掲げられた。漢朝は火の徳を持っているとされ、漢朝に代わる王朝は土の徳を持っているはずだとの意味である。ABC 日本国語大辞典。 世界大百科事典内研究、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、デジタル大事典、百科事典、マイペディア、世界大百科事典、第2版、第一輪第3版、日本大百科全書生前版、液性革命とは、コトバンク、2019年8月29日閲覧、汎用、五感書、マ7 1スウィキソース、 ありがとうございます。